母さんが死んでから3日が経つ。僕はまだ動けずにいる。僕はこれからどうすればいいのだ。なんだか今日は外が騒がしいのだ。そうか、今日はクリスマスイブなのだ。お母さん、なんだか子供の頃のことを思い出すのだ。うちは貧乏だったけど、クリスマスにはスーパーでお寿司とケーキを買ってくれたよねなのだ。とても美味しかったのだ。